張しないでいいよ、のんびり行くよ。ここではですね、みんなチャオって挨拶します。さっきの予想からロンドラの皆さんにチャオの挨拶してみましょう。チャオこんな感じでですね、ぜひ皆さんもすれ違うロンドラや気軽にチャオって挨拶してみてください。さあ、僕はですね、今回皆さんの案内役のユッキーニです。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして、はい、私は総選役の中村ラッチョです。どうぞ中村ラッチョです。よろしくお願いします。それでは僕たちがご案内するユニバーでロマンティックなベネチアの方からの船旅、どうぞお楽しみください。さあ、ポイストすれ違うが何本もかかってます。この一つに願い事が叶うと言われている橋があります。後でご案内しますので、皆さんそれまでに何をお願いするか考えておいてください。狭い水路を抜けますと広い港へと出ていきます。美しい景色広がるので、カメラをお持ちの方よろしければ今のうちにご準備の方をどうぞ。さあ、ここはですね、パラダイスの港ポルトパラディーゾです。見てください。このこれはまさにこのゴンドラに乗った皆さんだけしか見ることができない特別な景色です。カメラをお持ちの方はぜひこの景色を背景に映してみてはいかがでしょうか。
ラッチョ映りますよかったどうぞありがとうありがとうありがとうありがとさあ皆さん素敵なお写真は撮れましたか。それでは皆さんもお願い事決まりましたでしょうか。いきますよ。うの、イエーイ。それ目を閉じてお願い事をどうぞ。それではですね、川沿いの皆さんやすれ違うゴンダラの皆さんにチャオの挨拶していきたいと思います。あ、それではすれ違うゴンダラの皆さんいらっしゃいますので、チャオの挨拶してみましょう。ありがとうございました。やってありがとうございました。素敵な船旅連れてってくれた後ろのお兄さん中村っちょでした。ありがとうございます。